りかな。それではやっとねアルコール飲んでいこうかね。本日の1本目、私の大好きな秘密さんです。出えへんがな、なんで、なんで凍ってるかな。うわ最悪見てービール凍ってます。それではマキノ高原キャンプ場に乾杯。ピース。玉ねぎを食べます。玉ねぎ焼くだけで美味しいもんな。オニオンステーキ。夜の準備。へぇ、びちょびちょや。ダダ漏れやねんけど。テレビギトギトやねんけど。ご飯が多分5時半ぐらい。おきびきてない。シューマイもいただくよ。シューマイ第2弾。見るからできてんの分かるもん。とりあえず出しとくわ。とりあえずご飯できました。このウインナーめっちゃ美味しい。業務用スーパーで売ってた。熱いな。結構すごいよ、ジューシー。それでは本日の2本目、こちらどんなお味かしら。よいしょ。それではではでは、
いただきます。ピー、もう美味しい。なんじゃこれ、これは美味しいわ。あ、やっぱり。この巻きさ、変わってない、変わってないというか可愛くない。家のさ近くにどっかの多分あの土木の燃えるならまたもらおうかな。いつでもね言ってくださいねって、おじさまが、素敵な素敵なダンディーなおじさまが言っていただいたので、めっちゃ目痛いねんけど、あ、やばい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 、しゃやばいから消すわ。落ち着いたわ。で、どこまで喋ってたっけ。そう、今年もソロキャンプの平日の割引は復活しないんですかって聞いたら、残念ながら復活しないって言われちゃったわ。やっぱそのソロキャンプ、平日ね、ソロキャンプの割引がまあ2000円でこちらね入れるらしい、入れるんよ、入れるらしいというか。でもやっぱりその示し合わせて、ソロですソロですソロですっつってこちらにサインして、結局5人ぐらいのまあグルーキャンをやるみたいな、だからそういうことをやっぱりする方がおられるから、ソロキャンプの平日割引は復活しないって言われた。でもっと悲しいとか、年パスがよ、4万円の消費税込みになった。4万円出したらもう要婚は、やっぱりね、去年の1年間は3万円やった。消費税が入ってたか入ってないかは忘れたけど、3万3000円やったんかな、3万3000円やったんかな、3万3000円でまあいろんなサイト入ってレイトとアーリーをすること考えたら、まあ安いかな、安かないけど安いかなと思って、まあマキスの練習とかいろんな練習を兼ねてのんびりキャンプするのにはいいかなと思って、まあ去年入ったけど、今回3月1日からそのまた年パスは復活するらしいけど、もう4万円の消費税は無理やな、高すぎるわ。この辺に住んでたらさ、それもありかなと思うけど、大概来んのにやっぱり3時間以上かかるから、そこで4万2000円をペイできるかっていうとちょっと厳しいな。だって夏場はやっぱりここなんだかんだ言って高原、牧野高原、高原って言っときながら結構暑いもん、蒸し暑いもん。だから夏場はやっぱり陽光は虫も多いし、やっぱり夏場は涼しい長野やあっちの方面に行っちゃうからさ、ね、まあそんなことをねございてても仕方がないので、ちょっと薪の炎が安定したわ。それではお肉、牛脂忘れたけどさ、いけるかな。とりあえずお肉と、お肉、お肉だけじゃきついちゃうかな。玉ねぎ炒める、だってまだ食べれるもん。玉ねぎをもう一回いくわ。これ全部食べちゃおうかな。よいしょ。硬い。死ぬ間にテント燃えとったらどうしよう。ほらほら、めっちゃくるめっちゃくる。ちょっと薄く切っとく。よいしょ。よいしょ。これでちょっと燃やしとこうか。はい、いってらっしゃい。熱ないよな。ご飯はいるな。スプーンが、お箸いる？いるか。スプーンで食べようかな。スプーン、フォークでいっか。フォークです。どんな感じ。あー、おー、ほんまに焦げてへんわ。どんなお味。あー、ええ感じ。
うんうんうん、私結構さベチャベチャなご飯が好きよ。でもカレーライスに似合うご飯や、カレーライスに似合うご飯や。半分食べようか。にしても今日はよく薪を燃やしたわ。あったかいままで見た。あるある。さあ今日は寝れるかしらどうでしょうか、うん、顔が焼けそうや。それではね、今日はこの辺りで寝ましょうかね。はい、それではね、おやすみなさい。またね、明日おはようございますでお会いいたしましょう。ではおやすみなさい。おはようございます。牧野高原のね、朝を無事に迎えることができました。なんだかんだでね、9時を迎えようとしております。寝すぎですね、寝すぎ朝方ね、ちょっと目が覚めて、で、まあ、そこからもう寝る気はなかったんですが、なんだかんだで爆睡の起床でございます。ちょっとね、前の方ね、幕の前の方をちょっと段取りの方いたしましたので、まあ、着替えの方を済ませて今からね、朝ごはんへと進みたいなと思っております。お腹ペコペコよ。なぜお腹がペコペコなのかと申しますと、それは後ほどお話しいたします。それでは、はい、改めておはようございます。着替えの方済みました。なんだかんだでさ、結構寒いからズボンの中にそのままダウンパンツ履いてる。超あったかいわね。ってことでコーヒー飲んでいくわ。多めに入れとくわ。それでは、牧野高原の朝に乾杯。ピース。あったかすぎる。あー美味しい。さあ、それでは何を食べましょうか。めっちゃフライパン汚いな。彩り野菜、完熟トマトのペンネ、明治だって。1日1食分の野菜。そうや、野菜で思い出した。その野菜で思い出したことをちょっと後ほどお話しさせていただきたいと思います。まあ皆さんご存知かと思います。まあ、とりあえずこれを食べるわ。これをフライパンにかけるだけ。そうで、さっきの話の続きを。皆さん、玉ねぎの食べ過ぎにはご注意。ここ2回ほどすんごい夜中にお腹が痛くなって、まあ食べ過ぎのせいもあるかもしれませんが、食べ過ぎはね毎回食べるんよ。でもしかしてキャンプの時だけになるから、ここね私が思う中で2回ぐらいなってて、で、クラフトビール？クラフトビールの何かが腹痛を誘発してる？なんて思いながら、いや違うなと思って、昨日何を食べたか、玉ねぎ？玉ねぎやと思って、前のキャンプの時も私多分お腹の中のもの全て吐き出したん違うっていうぐらいお腹が痛くなって、昨日も10時過ぎぐらいに寝て、でその後3回ぐらいお腹が痛くて目が覚めて、でもしかして玉ねぎかなと思って調べたら、そんで恥ずかしい話、おならが
出るんよ。まあ、おならが出ることは別に恥ずかしいわけでもないけど、そのおならがあなた誰ですか、人間ですかっていうくらいぶっちゃけめっちゃ臭くって異臭を放つわけよ。この腸の中が腐ってんのっていうぐらいで、それがちょっとそのなんか玉ねぎっぽい匂いかがしたから調べたんなら、まあそのまあ、玉ねぎは動物が食べたら、まあ、そのやばいっていうのは知ってたから、玉ねぎは健康にすごくいいらしいよ。血液サラサラと か, なんか動脈硬化とか。ただ食べ過ぎると頭痛、腹痛、胃もたれがするって。わやばい、溶けてきた。野菜いい感じで溶けてきた。おお。あのぶっちゃけ玉ねぎ丸々一つ食べてんねんな。でやっぱりそれはよろしくないみたいで、いい勉強になったなっていう話で、玉ねぎ体にいいから言うて、あんまり食べ過ぎるとお腹が痛くなったり胃が痛くなったりするらしいので、皆さんお気をつけください。いやほんまにびっくりするぐらい、あのもし誰かと一緒にいて、あのシングルのシェラフに一緒に入ることはまずないとは思うが、いやマジやばかった。でもよくわかったから、玉ねぎは美味しいからって言って食べません。玉ねぎも切ってきて、ちょっとピーマンも持ってきて、ブロッコリーもちょっぴり持ってくるのがまあいいんやなって思いましたわ。まあ、そういうところがまあ適当キャンパーなんやなと思いましたで、なんで私は朝からこんなことをやってるのかというと、やりたいからやってます。おおやばい焦げてるけど、ちょっと炙った方が美味しいから、いただきます。おお最高。ではいただきます。絶対美味しい。いただきます。怖っ。おお熱っ。うん、怖いし、ちょっとそんな熱くなくてもちょっとほんまにやっぱ道の駅の薪はやばいな。それでいいや。ちょっとずつね、撤収の方は進めておりますが、雨です雨でございますわ。あの軍幕、これねポーランド軍の、あの軍幕なんですが、雨に弱いって聞いてたんですが、小雨なら雨弾いてるよ。ほら見える？弾いて、ほらこんな感じで弾いてる。うん、すごい。一応多少なりとも水は弾くんだなと思った。まあちょっとね、もうどうせ雨が降ってるんで、のんびりと撤収していこうかなと思ってます。ていうか牧野高原、私やばいな。はいなんかさ、牧野高原、私やっぱりついてないかもしれない。今までかつて牧野高原ね、何度かねお邪魔させていただいてはおりますが、ろくな目にあっておりませんわ。今回はね、雪は1ミリも降ってはおりませんが、雨よ雨雨、小雨降る中、荷物の方はねちょいちょいちょいと、まあまあ撤収の方は進んでおります。そしてただいまのお時刻が12時ジャストでございます。
いや、お天気だったらね、もうこのまま多分とっとと帰ってるんだとは思うんですが、もう雨だしね、テント濡れてるしね、もう急ぐ必要はないかと思いまして、そしてお腹も空いてるんですよ。それではね、お昼ご飯にカレーライスをいただきましたら、撤収の方をしてね、我が町にね帰りたいなと思っております。まあ撤収時、朝からね雨がちらつく牧野高原ではございましたが、楽しませていただきました。これからねちょっぴりね道具の方をね減らしてね、野営は絶対無理だとは思いますが、それに近いようなねキャンプもね楽しんでいきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。それではさようなら、バイバイ。またねどこかのキャンプ場でお会いいたしましょう。バイバイ。真っ黒やばい。バイバイ。